ヘスペリア号事件、または、ドイツ戦権益拒否事件は1879年、ドイツ戦へ、スペリア号が、日本政府の定めた、権益停戦下利規則の実施をめぐって起こった日本と、ドイツ帝国の紛争事件である。幕末から18年間中日英国公使を務めた、ハリーパークス幕末以来、日本にはしばしばこれらが上陸して流行するようになり、 これらに罹患した人はあっけなく死んでしまうので、人々はコロリと呼んで恐れた。漢字では、取られし、コロータ抜きの字が当てられた。これらの流行は、当時の都市生活の衛生状態が劣悪だったことにも起因している。西南戦争直後の1877年にも流行し、この年の夏は、長崎から関西地方、 関東地方に広がって、東京では、北品川、市ヶ谷、本所において病院が新しく急増されるほどであった。この夏だけで614人が、これらのために死去している。このこれらは、翌78年にかけても流行し、当時は、これら菌も、未発見で、特効薬もなかったところから、明治政府は、1878年8月、 各国の管理や、医師も含めて、共同会議を開き、権益規則を作った。しかし、中日英国公師であったハリー・パークスは、イギリス人が、日本の法規を破ったとしても、イギリスの法規を破ったのでなければ、犯罪の要件を構成しないとして、日本在住イギリス人はこの規則に従う、必要なしと主張した。そのうちこれらはますます拡大してしまった。 1879年初夏、これらは再び、新国から、九州地方に伝わり、7月には、阪神地方など西日本で大流行した。政府は、前年の権益規則を修正し、権益定選仮規則を作成して、権益の実施を図ったが、各国公使の同意を得ることができなかった。阪神地方でのこれらの大流行を受けて、 1879年7月3日、日本政府は各国講師に仮規則の内容を通知、これに対しアメリカ合衆国、新国、イタリア王国の各国代表は異議のないことを伝えたが、ドイツ、イギリス、フランスは規則の不備を指摘して異議を唱えた。同月、ドイツ戦へスペリア号がこれら流行地である清市から日本へ直行してきたので、当局は 神戸郊外に停泊させていた。7月11日、ヘスペリア号が神戸から東京湾方面に入ろうとしたので、政府当局は仮規則で定めた神奈川県庁裏港に設けた検疫場に開港させた。これに対し、中日ドイツ弁理講師であったフォン・アイゼンデ・ホヘルは、講師官付一等組の具費票を検疫場に派遣して独自の検査を行い、 異常のないことを確認し、ヘスペリア語の即時解放を強行に要求した。第四大外務卿寺島宗則7月13日、アイゼンデヘル講師は、船長の不服申し立て書と立ち入り検査報告書の写しを携えて、サイドへ、スペリア語の解放を要求し、日本側の検疫規則に従うことはできない旨を申し伝えた。政府当局は、最初、 規則の遵守を主張したが、やがて譲歩して、規則改正を行い、異常の全く認められない場合は、停戦日数を短縮することを認めた。しかし、ドイツ公使は14日、一方的に自主出航を通告、7月15日、検疫要請を無視したヘスペリア号は、奉還ウルフの護衛のもと横浜入港を強行した。これが、ヘスペリア号事件のあらましである、 権益を受けた方が外国人居留地に在住する自国民の安全に死したはずであったが彼らは日本の権益そのものが愛おしいというよりはこれが糸口となって日本の行政規則に従わなければならなくなることを警戒したのであった外務卿の寺島宗則はこの出来事について日本の行政権に対する重大な侵害に 相当するとして、ドイツ政府に対し厳重に抗議した。この年は、横浜、東京はじめ関東地方でもこれらが大流行し、患者は、全国で、約16万8000人。これらによる死者は1879年だけで10万400人にも、達した。東京市においても、市内数カ所に、バラックの板囲いで非病院を急増して、患者を隔離したが、 1>, 1日平均200名を超過する。新規患者が出るようになると、医師も看護婦も人手不足となり、ろくな看護も受けることなくほとんどの患者は死んでいった。死者は警察官立ち合いの元火葬に付され、非病院も用済みになると建物ごと焼き捨てられた。一方、ヘスペリア号事件に先立って1877年、イギリス承人ジョン・ハートレーによる生編密輸事件が、 発覚している。これは、安政後過酷条約の中の日米、修行通商条約付属の貿易焦定に違反していたが、翌1878年2月、横浜イギリス領事裁判法廷は、生編を、薬用のためであると強弁するハートレイに対し無罪の判決を言い渡した。また、開港以来の横浜距離打ちでのキートを中心とした、貿易においても、 外国人商人の商品代金踏み倒しなど不正な取引が頻発していた。しかし、違い保権によって守られていたこともあって、多くの場合、日本人側が泣き寝入りを余儀なくされていたのである。1880年に着工された、六名館へ、スペリア号事件に対して、日本の国内世論は沸騰した。日本の知識人の多くが、 この事件やハートレー事件等により、領事裁判権の撤廃なくば、国家の威信も保たれず、国民の安全や、生命も守ることのできないことを理解するようになった。世論は、日本の経済的不利益の主原因もまた、日本に、封権の欠如していることが、主原因であると主張するようになった。実際問題として、領事裁判においては、一般の民事訴訟であっても、 日本側当事者が敗訴した場合、上訴は、上海やロンドンなど、海外の上級裁判所に対して行わなければならず、一般国民にとって、司法救済の道は閉ざされていたのも当然だったので、ある。この事件は、不平等条約の改正の必要性を広く、世論に知らしめた事件の一つとなった。 寺島宗則に続いて、井上薫、大隈重信、青木修造など、歴代の外交担当者はいずれも、条約改正に、鋭意努力した。しかし、日本が、開港権益権を獲得するのは、1894年に、陸津宗光外相下で結ばれた、日英通商公開条約などの改正条約が、発行した1899年を待たなければ、ならなかった。 なお、この時期におけるコレラ、赤痢などの水系感染症の蔓延が一つの契機になって、日本の近代水道事業が発展した。医療の充実については、佐々木東洋によって安塚も同病院が、佐藤大善によって、順天堂病院が開かれたが、この頃に開かれた、医療機関の多くは、民間人の手によるものであった。ありがとうございます。